い、皆さんこんばんは、というかこんにちはですね。まだ夜は来てません。こちらね、ホーチミン、ちょっとねこれから仕事終わりでね、早めに出まして四区の方にね向かっていきたいと思ってます。四区に、ね、何があるかというとね、私が好きなね鶏肉、粘土で固められた鶏の丸焼きがねありまして、有名店みたいなんでね、今から仕事終わりでそちらの方に行きたいと思ってますが、見ての通りこちら南紀五井屋大渋滞、ラッシュ時にねこれから中心地に行かなきゃいけないんでね、ちょっとねだいぶ時間かかるかもしれないんですがね、気合い入れてね行きましょう。はい、こちらサイゴンスクエア、今日高島屋の通りですね。ここも激混みでございます。でもだいぶねこの辺りもね外国の旅行者の方、観光客の方増えてきてますよね。サイゴンスクエアもねコロナ前とはいかないですがね、最近は結構活気取り戻してきてますね。はい、こちら来て橋渡って四区の方に入っていきましょう。久しぶりですねこの時間に四区に入るのはね、混みますからね。夕方なんて綺麗ですね。12月なんでね、あと涼しいんですよ本当に。夜とかはね半袖でバイク走るとね寒いですね。あれだな、渋滞がすごいからちょっときついですね。お店がねすごく人気店みたいでですね、かなり早くね売り切れるみたいなんですよ。あ、ありましたね、やってた。こちらになります。皆さんこちら見てください、大渋滞でございます。この大渋滞のこの脇にございます、このお店もうね残り2つしかないですね。でこちらねガーダムセって言いまして、こちら粘土ですね、粘土で鶏肉をこう包んでこういう炭で焼いたものになります。こちらねサイズ大小があるみたいなんですが、もう台は全てなくなって小だけですね、25万ドンということです。なのでこちら一つ買って帰りましょう。こちらではね食べれないんでね、こちら午後3時から6時までの営業となってまして、売り切れごめんとなってます。はい、それでは買いましょう。とにかくもうバイクの量がすごいですねここね、もうラッシュの時間ともあるのでね。こちら25万ドンですね。ちょっとここでは食べれないのでね、ちょっとカフェかどっかに行きたいと思います。はい、買いましたので行きましょう。残り1つです。ちょっとね今日はね前回夜こちらの方に来たんですけど、もう残り2個だったんでね、今回ちょっとね休みの日に早めに3時過ぎですけれども来ましてね、こちらのを取りに来ました。見てください、この量いっぱいございます。こちらが以前買ったね小サイズになりますね、25万ドンで、こちらが大きいサイズ28万ドンになっております。もうねどちらもね同じ大きさに見えますがね、うまいです。はい、
ちらのカフェはなんとこの礼来通りこの脇にございました。やっと見つけましたね、食べれる場所。ここでねちょっと鶏肉食べたいと思います。こちらライチティー頼みました。最高。もうクリスマスプレゼント並みにね重いですよこれ。すごい。これは入っているものはこの何やらこのクリスマスプレゼントが一つですね。でこの大きいもの、すごい、これすごい重い、やばいです。もう隕石ですねこれね。こんな感じですよ皆さん、すごい。これをね割っていきたいんですが、カフェの人にね包丁貸してくれって言ったらね、やや変な目で見られたんですが貸してもらいました。これでね割っていきましょう。このねちょっとおしゃれそうなカフェでねこんなの割ってるやつはねちょっとねもう店に行くから出てけって言われそうなんですけど、あんまり豪快にやるとねちょっとねあの飛び散りそうなんでね、中まだ暑いですね。こんな感じで草とあとなんか粘土固められてます。思った以上にね重量ありますね、すごいわ。こんな感じで砕けましたけどね、家でやってください皆さん。うわ、すごい。これはね目の前礼来なんですけど、ここで食べるもんじゃない。これ野菜のセットですね。これ草のセットですね。でこのタレがついてます。こんな感じレモンテイストタレですね。で目の前にすごいあの外人さんがねいっぱい通るんですけどね、私の方やっぱジロジロ見てますね。でこれ手袋ついてますからこうやって食べましょう。それではいただきます。すごいわこれ。熱々です皆さん、うまそう。これ見てください、いただきます。まずこのままね、柔らかくて美味しい。レモングラスの味がすごいしてますね。これは美味です。これねありますソース、うん、うまい。私が大の鶏肉好きなんでこれはうまいよ、柔らかくて。これ丸々で25万トンですよ。最高。うまい。このついてるね野菜とか食べましょう。うまい。このタレがね非常にスパイシーで美味しいですね。舌に結構砂糖とか溜まってるのかな。これかき混ぜて、ちょっと待ってください。このタレバカうまです。甘じょっぱい味のソース、うまい。このソース最高ですね。でね、この中身ね、こんな感じでね鶏の中にね、入ってます。生姜とかね、あと胡椒、これ何ですか、ローズマリー、初めて今言いましたけど、レモングラスね。結構こういう匂い消しか分かんないですけど、いっぱいこういうのも入ってますね中にね。こういう香辛料の味が鶏肉にこう染みてるんでね、
それもいいアクセントになって美味しいです。うまいよ。毎年これじゃクリスマス。とんでもないですよ。とにかくね、柔らかい。これすごい。最高に美味しいです、本当に。この鶏の足の部分も私そんなに得意じゃないんですけどね、ベトナム人の方、私の知り合いなんかは本当にうまく食べますね、ここね。でこのまたね、きゅうり、野菜がまたいいですね。あのね、ご飯入ります。これですけど、あの一人で食べちゃダメですね。仲間と食べた方が美味しい。それはこれは売り切れますね。うまいもん。でこのソースもすごいピリ辛なんでね、体が熱い。本当に全てが柔らかい。彼もいます、ありがとう。おいしい。この手羽の部分ね、これ止まらない。まだ熱いですね、本当に。ほかほか、本当にね、このタレがね、おいしい。これでも家で作れそうですね。多分砂糖と味の素と塩コショウ、そしてライム最後に絞ってると思うんですよね。肉にも合いますね、牛肉とかも美味しい。これ全部食べれるんですけど、あまりここでがっついてるとね、本当にね、目の前、私の目の前、これあの外人さんがね、やっぱジロジロね見てきますね。何こいつ取り食ってんだみたいなね。これ残りあるんですけどね、持ち帰ってね食べたいと思っております。はい、こちらの鶏肉本当美味しいんですけど、もしかしたらちょっと旅行者の方には向かないかもしれないですけどね。こちらに住まれてる方興味あればね、ぜひ食べてみてください。もしくはまあ旅行者の人でもね、買ってホテルの部屋で食べても OK ですね。美味しい、柔らかくて最高でした。まあ一人ね、一つは食べれると思いますよ。私もね、普通にこれ一つは食べれると思うんでね。とにかくね、柔らかくて最高。ケンタッキーはいらない。これでいきましょう。今年のクリスマス、サンタクロースもね、今年やってきますから。ということでね、ごちそうさまでした、ありがとう。それではね、帰りましょう。おっさんクタクタです。